はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどね、今日は小太郎歴7年の僕が様々なウェアを買った中で5年以上使用して本当に買ってよかったなーっていうウェアを3着発表したいと思います。それでは僕が買ってよかったと思う大好きなウェア3着いってみよう。まずはノースフェイスバームパンツ。主に真夏以外の低山や夏の北アルプスで大活躍してます。ソフトシェル素材なので足を上げてもスムーズ、そして小雨くらいの雨なら水滴もバッチリ跳ね返します。あと5年使って思ったのはプリンのしっかりさ。結構な頻度でこれを着て山に登ってガシガシ荒くにもかかわらず破けなしでステッチのほつれもなしで、前にたまたま登山中に不意に引っかかって破れてもノースフェイスの店舗に持って行ったら素早くしっかりリペアしてもらいました。でこれを買ってよかったと思ったのベンチレーションがついてること。登山中でズボンが熱くなった時にこのジッパーを開けると汗の蒸れから解放されて心が癒されます。次にパタゴニアの7パフ。河川ウェアの好きな僕にとっては最高の一品ですね。山で使うのはスペック的に申し分のないのはもちろん、僕の登山ウェアを選ぶ基準の一つはマジでも使えること。そりゃそうでしょう。ただでさえ高い登山ウェア、山だけで着るのはもったいない。ナノパフはジーンズでも合うし、チノパンでも合うし、ウールパンツでも合う。アーバンアウトドア感が演出できますね。だから、ああ、今日会社で何着ていこう。ああ、めんどくさい。ナノパフ着ていこうか。ああ、今日ポンパやな。何着ていこう。ああ、めんどくさい。ナノパフでええか。今日友達の結婚式やな。何着ていこう。ああ、めんどくさい。ナノパフでええか。と、めちゃくちゃ守備範囲が広い。また合コンでもパタゴニアのネームバリューをさることながら、こういう肩の力が抜けた程よいおしゃれ感は女子受けします。ただし、おい、この動画見て合コンでナノパフ着たけど全然モテへんやんけというクレームは受け付けませんので、はしからず。次はパタゴニア R2。 パタゴニア史上最強の中間着と言われた R2。 15年前以上から、今でもマイナーチェンジを繰り返しているある定番モデルで、これを買って5年経っても心底愛しています。あまりにも愛しすぎたのでベストのこいつとこいつも購入しました。もちろん R2 のベストもマチギとして使用できます。で、この R2 の何がいいかっていうと、汗抜けの良さ。ポーラテックサーマルプロという保温性のある素材が使われており、この毛足の長い生地が登山で中にこもった汗をふわーっと外に出してくれます。なので体温調整が効くので、これ1枚で山に登る時間が長くなります。また5年間ガシガシ使っていて、毛抜けもなくて保温力もそのまま。古着屋に行くと10年以上前の R2 が結構綺麗な状態で残っているんで、物そのものの丈夫さが物語っています。以上、使用歴5年の僕が本当に買ってよかったなと思う3着のアウトドアウェアでした。ほな、さよなら。